こんにちは、ミッキーです。今回は2023年に行きたい広島注目スポット8選をご紹介していきます。2022年の12月、3年半の歳月をかけて改修が完了しました世界遺産厳島神社の大鳥居。今回の動画のサムネイルをご覧になった方も多いかと思いますけれども、天気の良い日には抜群のロケーションですでに多くの人で賑わっています。また岸田首相が選出された選挙区でもありまして、代々ゆかりのあります広島県は2023年5月に開催される G7 サミットの開催地でもあります。そういった背景もありまして、2023年上半期は話題になること間違いなしの広島県、特に3月31日までは全国旅行支援の適用もありますので、今回の情報を参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。今回の旅では早朝に東京駅から広島駅まで新幹線で向かいました。12時頃には広島駅に着きましたけれども、この日は天気が良かったので今映しています通り宮島に行きたいと思いまして、早速広島駅から宮島へ直行しました。宮島への行き方としましては、こちら今映しています宮島口駅へ一旦向かい、そこからフェリーで宮島に行くことになります。例えば平和記念公園あたりから直接フェリーで行くルートもあるんですけども、そちらは基本的に1時間に1本くらいのペースでの運行となりますし、予約が推薦されているということもありますので、旅の計画を柔軟にされたい方に関しましてはあまりおすすめではないかなと個人的に感じています。今フェリーへの乗船の様子を映しているんですけども、こちら宮島口駅までの向かい方も広島電鉄と JR 山陽本線の2パターンありまして、 JR なら30分くらい、広島電鉄だと1時間くらいになります。そして今ちらっと映しましたけれども、フェリーに関しましては大人片道180円、子供片道90円になります。フェリーの種類は宮島松田駅線と JR フェリーの2種類ございまして、先ほど申し上げました料金はどちらでも変わらないということでございます。IC カードでの乗車も可能なので、小銭の用意も不要でございます。まあこういったところ旅行では地味に嬉しい部分ですよね。運行間隔としましては15分に1本となっておりまして、両者のフェリーは5分ずつずれて出発しますので、待ち時間が短い方のフェリーに乗っていただくのがおすすめになっています。所要時間は10分程度になっていますので、景色を見ている間にあっという間に着いてしまうような印象でございました。フェリーに関しましては始発は6時25分、最終は22時14分になっていますので、観光の時間を考えますと十分かなと感じています。さて早速宮島に到着しましたけれども、宮島は京都の天の橋立、宮城の松島になれまして、日本三景にも指定されております。数々の歴史に登場するとともに和歌や文学にも親しまれている、まさに日本を象徴する都市になっています。そして宮島といいますと、今映しています通り生息している日本鹿も有名でございまして、古くから住民に大切に扱われておりまして、宮島地区鹿保護管理計画のもと保護管理されています。もちろん野菜でございますので、マナーと安全を守りつつ、ぜひ触れていただければと思っています。こんな感じで潮が引いている時に関しましては、この砂浜の景色もとても美しくなっていますので、まさに日本三景に指定されているだけの大自然を感じることができるかなと思っています。で、今から厳島神社へと移動してるんですけども、その移動までの道のりに関しましても、たくさんの宮島名物のフードメニューなんかがあったりしますので、まあ、そういったものを食べ歩きしつつ訪れていただくといいかなと思っています。まあ、もちろん鹿から食べられてしまわないように、そういったところはご注意いただければというところです。さて、ここからは厳島神社ご紹介していきます。まず広島観光、そして宮島観光で忘れてはならないのが国重要文化財でございます厳島神社の大鳥居です。木造の鳥居としては日本最大とされていまして、2022年の12月約3年半にも及びます大規模修復工事を終えまして、再びその姿を現しています。実は大鳥居自体は平清盛が建てたとされます平安時代から数えると9代目になっています。長きにわたり歴史のある宮島の地で多くの日本人に愛されまして、今では世界中から注目を集めています。そしてユネスコの世界文化遺産にも登録されていますこちら厳島神社、日本独自の文化を伝える優れた建築でございまして、島全体が文化的景観を成している点を高く評価されています。こちら日本鹿の様子なんですけども、こういったところも可愛らしいですね。世界遺産として登録された区域は社殿を中心とする厳島神社自体はもちろん、前後の海や背後の原始林などを含む
431.2 ヘクタールだということでございます。この後動画でご紹介しますけれども、ミセンという山もその一部でございまして、パワースポットとして大変注目されています。そして観光において重要となってきますのが潮の満ち引き。今回の旅では初日だけではなくて、ミセンに訪れるため3日目も宮島に訪問したんですけれども、潮の高さが全く異なっていまして、大鳥居を正面から撮影することができないほどでございました。まあ、撮影という点で言いますと、こういった様々なスポットから鳥居を撮ることもできますし、まあ、実際に厳島神社の社殿自体もとても美しくなってますので、そういったところも写真に収めてほしいです。参道にもたくさんのお土産が買えるようなスポットがありますので、まあ、そういったところに訪れていただいて、広島そして宮島のお土産を買っていただければと思います。で、特に潮の満ち引きという観点で言いますと、夕方頃がとても美しい景色を拝めますし、潮も引いてですね、こういった撮影することができるので、まあ、そういったところも含めて旅行計画を立てていただければと思います。で、こちらが3日目に訪れたタイミングの潮の様子なんですけども、まあ、このタイミングだともう一切この鳥居に近づくことができないほど潮が満ちてしまっています。このタイミングは午前なんですけども、午前は結構満潮に近い状態、あとは夕方頃は潮が引いている状態っていうところを一つ目安にしていただきまして、詳しくは宮島観光協会のホームページ等で確認していただくととてもいいかなといったところでございます。あとは表参道でのグルメ情報は別途動画を作成させていただきまして、そちらでご紹介しようと思ってますので、ぜひですね、この宮島たくさん食べ物に関しても注目のスポットがありますので、参考にしていただいてお腹も心も満たしていただければなと思います。さっきフェリーの時間、夜の遅い時間までやってると申し上げましたけれども、まあ、こういった夕暮れ時にフェリーを使っていただくと、こういった景色も含めて楽しめるかなと思います。さて、続いてご紹介しますのは、先ほど申し上げましたミセンでございます。こちらも世界遺産の一部に指定されているような原始林がある土地になってますので、まあ、ぜひとも時間に余裕がある方に関しましては訪れてほしいなと思ってます。こちら、ミセンの登頂においては、厳島神社にも近いもみじ谷駅から岸岩駅までロープウェイを使って登ることができます。運賃は往復で大人2000円、子供1000円になっていまして、途中1回の乗り換えがございます。前半は循環式のロープウェイ、今映しているこちらのロープウェイになるんですけども、後半はまたちょっと違った交差式のロープウェイになっていますので、その2種類の方式の違いに関しましても確認することができる珍しい方式の営業をしています。で、こちら営業時間は9時から16時までになっていますので、店に登りたい方は朝から訪れていただくことをお勧めします。厳島神社から麓のもみじ谷駅までは送迎バスも走っていまして、歩いても行ける距離ではあるんですけども、タイミングが合えばぜひそちらご活用いただければと思います。ちなみに送迎バスは20分に1本を基本としておりまして、12時台のみ1時間に1本のみとなっていますので、その点だけはご注意いただければと思います。まあ、こちらが先ほどから申し上げています原始林ですね。まさにこちらが世界遺産に指定されている由縁かなと思ってます。あと、この店に登る途中で注目していただきたいのが、こちら霊華堂になっていまして、こちらには消えずの火というものがございます。西暦806年に弘法大師空海が焚いてから今日まで途絶えることなく燃え続けているようで、この火で沸かした霊水は万病に効くとの言い噂でございます。また今回の動画でもご紹介していきますけれども、広島市の平和記念公園の平和の灯火の元火にもなっているということでございますので、ぜひとも確認していただきたいなと思ってます。あとは山頂付近になります。こちらの岩ですね。こちらの岩も一つの注目スポットになっていますので、ぜひそのスケールを感じいただきながら、まあ、ここだからこそ楽しめるような景色と自然を味わってほしいなと思います。まあ、この日ちょっとですね、先ほど3日目というふうに申し上げたんですけども、まあ、ちょっと天気が良くなくてですね、曇りがちだったので、まあ、ちょっと初日のような青空の中で眺めることはできなかったんですけども、まあ、それでもですね、この荘厳な感じ、味わっていただけるかと思いますので、体力に自信がある方、あとは天気に恵まれさえすれば、よりいい体験になるかと思いますので、訪れてほしいなと思います。ちなみに頂上までは片道90分くらいかかりますので、まあ、その辺注意していただきつつ、例えば水分補給とか、あとは服装に関してですね、特に歩きやすいような靴を選んでいただくことに注意していただきつつ、ぜひとも絶景に触れてみてください。さて、ここからは初日そして2日目に訪れましたホテルをご紹介していきます。まず初日に使わせていただきましたのはネストホテル広島八丁堀というところでございます。こちらは自然の安らぎとぬくもりを感じられるネスト、心地よい巣をモチーフとしたデザインが客室の特徴的なホテルでございます。特に今回の私の旅のように一人旅の方にはコスパもよくおすすめになっています。そして注目なのは朝食についていきますパンとコーヒーでございまして、こちらのロビーでいただくことができますね。選び抜いた素朴な味の天然酵母パンを毎日提供してくれているということでございますので、まあ、その味にも触れてほしいなと思います。
今回私は行きたいカフェがありましたので朝食は別途いただいたんですけれども、ぜひ気になる方はこちらネストホテルでの朝食を試してほしいなと思います。チェックインは15時、チェックアウトは11時になっていまして、1個注意点なのが全室禁煙になっています。まあ、なので喫煙される方に関しましてはこのホテルは選択肢から外れるかなと思います。客室はシングルルーム1泊1名で6000円くらいから泊まることができまして、ベッドと枕に関しましてはシモンズ製になっていますので心地よく時間を過ごせるかなと思っています。まあ、結構シンプルな内装になっていまして、割とシックなモノトーン調の客室になっていました。エレベーターとかそういったロビーで他のお客さんとすれ違うこともあったんですけども、比較的若い方、特に女性の方が多いような印象でしたので、やはり先ほど申し上げたような禁煙であることとかこじゃれた感じなんかがとても人気の理由になっているのかなと感じています。そして今回の旅の2泊目で宿泊しましたのがこちらのザ・ノット広島というところでございます。2020年12月にオープンしたばかりのホテルでございまして、平和記念公園からも近いという立地の良さも素敵でございますので、ぜひとも確認していただいて泊まっていただきたいホテルになっています。客室からは広島の平和大通りを眺めることもできますので、まあ、そういった点に関してましてもお勧めできるポイントになっているかなと思います。以前に私の新宿のカフェ特集でザ・ノット東京という系列のホテルをご紹介しているんですけども、こちらのザ・ノット広島に関しましては横浜、新宿、札幌に続く4店舗目のライフスタイルホテルになっています。旅するホテルをコンセプトにしたライフスタイルホテルでございまして、1階には今映していましたおしゃれなオールデイダイニングレストランモアザンガ、そして最上階の14階には今映しています平和記念公園を一望できるフロントを持ったルーフトップバー K を備えています。これだけでも贅沢感抜群な空間でございますね。タイトルはまだないというコンセプトのもと、広島にゆかりのある企業やアーティストとインテリアや家具、アートやアメニティ、サービスなどをコラボレーションしておりまして、ホテルの至るところに見どころが詰まっています。まあ、こういったところもアートになっていますね。客室も広々とした高級感あふれる空間になっていますので、ぜひ注目していただきたいです。部屋としましては、ツインルーム、ダブルルーム、デラックスルームをメインに6タイプの客室がありまして、私のように一人で宿泊する場合もおそらくシングルルームではなくて、こういった形でツインルームで提供されるのかなといった印象です。で、一人で利用される場合に関しましては6000円弱で泊まれるんですけども、2人の場合はそれを2で割った形、おそらく3000円弱ぐらいで泊まれるので、もうめちゃくちゃコスパいいですよね。なので特に一人じゃなくて2人で訪れる場合に関しましては、より高コスパにこの高級感味わえますので、広島旅行の選択肢にもなるかなと思います。このシンプルな空間に間接照明で広がりを演出されているんですけども、客室内の照明は全てオリジナルで制作したということでございますので、そういったアートが好きな方もとてもお勧めできるような空間ですね。あとはこだわりのアメニティも注目でございまして、コーヒーは広島で1977年創業のセイコーコーヒーよりコクと酸味のバランスがあるザ・ノットオリジナルブレンドを提供していただくことができました。あとは今映していますのがノットコインでございまして、こちら受付のチェックイン時にいただくことができるんですけども、こちらを2枚利用することで今映していますおもてなしのカップデリをいただきつつ、先ほどしましたルーフトップバーへの入場ができます。加えてドリンクの注文もコインで行うことができますので、そちらも試していただければと思います。まあ、コーヒー等のソフトドリンクは確か2枚いただけるんですけども、こだわりの地酒ですとか広島を中心とした中国地方の日本酒をメインに季節の旬ごとに厳選した地酒を味わうこともできまして、そういったものに関しましては3枚以上のコインでいただくことができます。他にもクラフトビールやオリジナルカクテルもありますし、あとは充電もできるスペースになっていますので、例えば広島市内を観光していただいて、ちょっと休憩に1回こちらのホテルに戻っていただいて充電、そしてルーフトップバーを楽しんでいただいてから、また夜には広島のグルメを堪能していただくというのもおすすめかなと思っています。続いてご紹介しますのは広島城でございます。徳川幕府誕生の直前にあたります1589年、当時中国地方の大半を領有していました毛利輝元によって築城されたのがこちらの広島城でございます。天守閣の観覧料に関しましては大人370円から拝観することができるんですけども、まあ、他の施設に関しましては無料で立ち寄ることができますので、まあ、外観を眺めるだけでもとてもおすすめかなと感じています。関ヶ原の戦いの際には西軍の総大将でもありました毛利輝元の居城ということもありまして、たくさんの歴史が詰まっているので、ぜひいろいろと確認していただければと思います。まあ、私個人としましては厳島神社結構混んでたので、こちらの広島城にあります神社でおみくじを引きまして今年の占いをさせていただきました。
続いてご紹介しますのは、広島観光では外せない平和記念公園でございます。原爆死没者の慰霊と世界恒久平和を記念して開設された都市公園でございます。その美しい景観からは、まさかこの地に原爆が落ちていたとは思えないほどでございました。公園内には原爆ドーム、広島平和記念資料館、平和の願いを込めて設置された様々なモニュメントがありますので、それでは一つ一つを眺めつつ、その重みに触れていただければと思います。今映しています広島平和記念資料館は、2019年4月にリニューアルオープンした施設でございます。この日私が拝観した時も、原爆の悲惨さを通してノーモア広島のメッセージ性を感じることができました。で、今映していましたのが原爆死没者の慰霊碑でございまして、広島平和都市記念碑と呼ばれているものでございます。建築家の丹下健三氏によって設計されたモニュメントでございまして、世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を平和都市として再建することを記念して設立されました。碑文にあります安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませんからは、あまりに有名な文章でございます。そんな丹下健三さんなんですけれども、先ほどご紹介しました広島平和記念資料館も手掛けております。そして今映していますのが平和の灯火でございます。水を求めてやまなかった犠牲者を慰めまして、核兵器廃絶と世界恒久平和を希求するために作られたモニュメントでございまして、核兵器廃絶まで燃え続ける火を日本全国民の平和の象徴にしたいという願いが込められていました。あとはこちら原爆の子の像ですね。原爆で亡くなった多くの子供たちの霊を慰めまして、世界に平和を呼びかけています。たくさんの折り鶴が捧げられておりまして、こういった形で平和への願いを改めて感じることができる、そんなスポットになっています。少し話を戻しまして、広島平和記念資料館に関しましては、2006年に戦後の建築物としては初めて国の重要文化財に指定されているということでございますので、まあ、そういった点に関してましても注目すべきポイントなのかなと思っています。他にもたくさんのオーニメントがありますので、ぜひ公園内にあります説明文などを確認しながら、その背景とか、あとはその思いなどかを感じていただけると、より深く広島そして日本の歴史を知ることができるかなと思っています。まあ、先ほども申し上げましたけども、本当に外国人の方々が訪れているのは印象的でございまして、やっぱり昨今の情勢なんかを感じながら、世界中の方々がそれぞれの思いを感じつつ訪れているんだなと、改めて感じました。続いてご紹介しますのは、誰もが知っているであろう原爆ドームでございます。チェコ出身の建築家ヤン・レツルによって作られた当初は、広島県の物産陳列館として県下の物産品の展示販売のほか、博物館や美術館としての役割も担っていました。こちら爆弾が爆発した際に上からの爆風で潰されてしまっているので、上の方は本当に空洞になっているんですけれども、この壁面に関しましては上からの圧力がかかっていないので、奇跡的に残っているといったことでございました。こちらも1996年のユネスコ世界遺産に登録されていまして、正式名称は広島平和記念碑だということでございます。忘れてはならない暴力の記憶として、ぜひ一度でも足を運んでいただきたいなと思っています。時間帯によってもその見え方等も変わってきますので、ご自身のタイミングで写真に収めてほしいなと思っています。そして最後にご紹介しますのは、2016年にオープンして以降、新たな広島の観光スポットとなりました折り鶴タワーでございます。広島平和記念公園のすぐ横に立ちまして、原爆ドームを眼下に眺めることができます圧巻の展望台はもちろん、デジタルのアトラクションの体験や物産館など、たくさんの施設が入った複合スペースになっています。入場料は1700円と少しかかってしまうんですけども、それでもぜひ訪れてほしいような、そんなスポットになっています。こちらはタワーの建設、株式会社広島マツダさんに手掛けられているということでございまして、広島県に本社を置く世界的企業マツダのカーディーラーとして有名な会社でございます。そんな広島マツダが自腹を切って建設したタワーでございまして、そういったところはとても驚きなポイントですよね。展望台への道のりとしましては、今映していますスパイラルロープの散歩坂とエレベーターから選ぶことができるんですけども、個人的なおすすめはこちらのスパイラルスロープの散歩坂でございます。歩き進みながら移り変わる景色と、こちら今左側に映しております壁面の有名漫画家のオリジナル作品を眺めることができるところもポイントになっています。さらにスパイラルスロープの中央部には滑り台のくるくるクールというものもありまして、ちょっとしたアトラクションを体験することもできます。あとはこんな形で折り鶴広場というところではデジタルアトラクションの体験ができますので、お子さん連れの方はもちろん大人の方々でも楽しめるかなと思います。広島の原爆ドームの元の姿なんかも見ることができますので、歴史を感じるという意味でもおすすめかなと思います。
こちらが先ほど申し上げましたくるくるクールの様子ですね。で、あとはこういったルーフトップバーなんかもありますので、ぜひこの今ご紹介する屋上の展望台、広島の丘でルーフトップバーで購入していただいたドリンクなどを片手に楽しんでいただければと思います。そしてこちら圧巻の屋上展望台、広島の丘でございます。ヒノキや杉といった木材がふんだんに使われまして、心地よい風が吹き抜ける極上な空間になっています。お気づきの方もいるかもしれませんけれども、広島のもう一つの世界遺産であります厳島神社の境内を彷彿させる雰囲気が作られていまして、冬場にはこういったドームの中で少し暖を取りながら、先ほどご紹介したルーフトップバーで購入された食べ物や飲み物を味わっていただける、そんな空間になっています。以上、今回は広島からおすすめスポット8選をご紹介させていただきました。修復工事が完了しました厳島神社の大鳥居をはじめまして、今回ご紹介させていただいたのは味仙とか、他にも宿泊におすすめなホテルとか、あとはなんといっても平和記念公園、そして原爆ドームと様々な注目スポットを確認することができたかなと思っています。もちろん歴史を知るという意味でもとてもおすすめな県ではございますし、他にもですね、結構皆さんも動画見ていく中で感じられたかと思うんですけども、 SNS 映えなスポットがたくさんありますので、写真が趣味の方とか思い出作りをしたいという方にもおすすめできるような、そんな県になっているかなと思っています。あと今回全くご紹介できてないですけれども、グルメもとてもおすすめな県でございますので、ぜひですね、次の動画では広島のグルメ堪能していただけるように、見どころを余すことなくご紹介していきたいなと思っています。以上、ミキでした。ありがとうございました。